バックウィート・ザディコは、米国ルイジアナ州出身のザディコミュージシャン。本名は、スタンリー・デュラル・ジュニア。鍵盤アコーディオンをプレイし、クリフトン・シェニエの築いた、ブルース、ロックンロール色の濃いサウンドをベースにしながらも、ロック、ポップを積極的に取り入れ独自の世界を作り上げた。大手レーベルアイランドレコードからアルバムをリリースするなど、地元色の強いザディコ音楽の中では、 数少ないメジャーな展開をしたアーティストの一人である。ルイジアナ州ラファイエットに生まれた。アミゲの形状からバックウィートのあだ名で呼ばれるようになった。1971年、バックウィートはファンクバンド、バックウィートザ・ヒッチ・ハイカーズを結成し、活動を開始する。1976年にクリフトン・シェニエのバンドにオルガン奏者として加入した。 1979年、自身のザビコバンド、イルソンパティを結成する。バンド名は、ヨーイドンのイで、ラファイエットの競馬場での掛け声から名付けたものである。同年、ブルース・アンリミテッドレーベルから、ワン・フォー・ザ・ロードでデビューを果たした。その後、ブラック・トップ、ラウンダーからアルバムをリリースした後、アイランドレコードと契約。同レーベル2作目となる。 Taking It Home ではゲストに、エリック・クラプトンを迎え、デレクザ・ドミノスの恋は悲しき者でクラプトンとのバトルを披露した。1989年4月に発来日し、川崎、東京、神戸、京都、大阪で公演を行っている。自身のレーベル、トモローレコーディングスから、アルバムを3枚リリース後、シカゴのブルースレーベル、アリゲーターレコードと契約。 2009年、レイユアバードンダウンをリリースした。2016年9月24日、肺がんのため、ルイジアナ州、ラファイエットの病院にて死去。去年68。ありがとうございます。